はい、加藤さんです。はい、私です。いきなり思いつきで東京ぶらり写真散歩、タイトル未定です。始めました。加藤さんが写真を撮って回るというコンセプトなんですけれども、ただそれだけだとつまらないなということがありまして、ノルマを設定しようと、1日作品を5枚、納得できるやつを5枚、いや作るまで帰ってはいけないってことにしようかなと思ったんですが、徳さんも帰れないからね。はい、ですので5枚撮れるまで帰れません的なものではなくてですね、縦と横あり、それ絶対ダメです。水増しダメです。水増しダメです。はい、私柳が好きなんですね。あ、車です。一回に行きましょう。もういつだって40ミリだからね。2時間以内に5枚の作品を作れというそういうことです。でもダメだったらなんかペナルティないとつまんないよね。ダメだった場合翌日、あ、ウサギ撫でる。どんだけウサギ嫌いなんだ。ペナルティペナルティは翌日1時間撮影の時間が伸びるということでやってみたらいかがでしょうか。帰れないから、ね、俺も帰れないね。誰も得しないやつだね。眩しい。はい、いい天気。ぶつかっちゃいました。いい天気です。はい、それでは行ってみましょう。またどっか入っちゃった。なんかやる気出してます。好きなんだね。そうだね。ね、紫人気。紫、なんかすごい。この色の。チューリップ。カタカナかける子もいれば。かっこよかった。大道さんみたい。で、仲良く T シャツ食べましょう。はい、チーズ。もう一枚。はい、ありがとうございます。いい天気なんですが、とても寒いです。風も結構ありまして、耳とかちょっと取れそうになってます。手も痛いです。そんな時には、信長様が、天下布武。信長様だね。そう、信長様のハンカチ。ちょっと暗いな。ちょっと暗いな。せっかくなら明るいところできちんと思う。
はい、残念でした。え、ずっと見せてるの？そう私が喋らない間は信長様から。はい、加藤さんがひまわりを撮っています。眩しいそうです。こりゃ眩しいね。うん、なのでこの機能を使ってみよう。このね、こう、これバリアングル、バリ方です。でも見えない、余計見えないんじゃない？かもしれないね。やってみよう。こんな感じですか。そう、2本にすることにしてみた、うん、どうだろう。あ、これちょっと入っちゃったな、電車。あ、でも入ってもいいんだ、入ってもいいんだ、入れてこ、徳さん入ってる。ね、はい、旅に行かれなくなっちゃったから、行ける範囲で。それ何？喜んで、喜んで、フランスの国旗、色もこれ順番合ってる。そう、合ってます。自由、自由、平等、愛、博愛、博愛、自由、博愛、平等、自由、博愛、平等、ボーボー。フランス人はボーボーじゃないです。ああ、はい。ありがとうございます。はい、どうも。お待たせしました。うまいと。うん。なんかその葉っぱのやつ気になった。しおり、あのボールペンみたいなとこ気になった。ボールペンみたいなのも気になった。これ。ああ、棒が出てるね。そう、棒が出てるもんね。うん。素直にちょっと撮ってみようか。こんな感じで進めましょう。取れませんでした。はい、なんかね、心の目とちょっと違った、ちょっと違った。だからといっていいですね、ズームレンズを使ったりとかもしないんですよね。持ってないからね。持ってはいるよ。あ、持ってはいるね。そう、2405持ってる。うん、たくさん持ってるね。そう、3本ぐらい、あれ2本だったかな。あれ1本売ったんだっけ。うん、うん、なんか高いらしい。目黒です。階段というか歩道橋、中目黒の歩道橋です。ここがいいよね。はい、桜の咲いてない中目黒でございます。心の目で見てください。
はい、咲いてませんでした。あ、中撮ってます。もやもやしてるね。僕これね、ドクロに見えたよ。私大福。あ、大福ですか。ちょっといい感じでこんな。わかりました。いい？うん。でも怖くないけどね。でも大福って今言ったけど、今は別に甘いものが食べたいわけじゃなくて、どちらかといったらザーサイが食べたいです。あ、持ってきてない。あんた。ごめん。持ってきてない気がする。持ってきてないよ。もうそのカメラ。ごめん。一回電源切ったらね。戻ってそう。もう取らなくてもいいじゃん。一回さっき取ったから。あ、ダメだね。はい。終了。本当それ、買い替えよっか。ちょっと持たないね。